ご注意ください。Attention please. The emergency brakes have been applied.あ、マジか、電気まで消えましたよ。はい、皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線快速 E231K0 番台に乗車しております。上野駅14時2分12番線から出発する快速砦行きに乗っております。その電車が松戸駅出発後、自動放送が次は柏ですって流れるんですけど、その、自動放送が流れ切った後ぐらいにですね、急停車します、ご注意くださいという放送が流れまして、今北松戸駅付近に停車をしてしまいました。そして車内の電気も消えてしまっております。停車してから 2,3 分が経ってますが、上り電車もすれ違いしてないことから、周辺の列車はすべて停車しているものと思われます。急停車の原因はいろいろありまして、踏切安全確認とかですと結構すぐに車内放送が入って、現在、前方の踏切の異常を知らせる信号が、発砲されているため停車をしております。安全確認取れ次第運転再開となりますといったような、車内アナウンスが流れるんですけど、今現時点ではまだこの列車には車内放送は流れておりません。そして下り電車、上り電車ともにすれ違う電車も、来ないので、周辺の列車は止まっているものと思われます。乗客の中の一人が、なんだよ急に止まりやがってみたいなこと言ってましたけどね。ご案内いたします。ただいま付近を走行中の電車から非常車通通信を受信したため非常停止いたしました。なお送電設備の関係で一旦電車の電源を落とさせていただいております。現在付近を走行中の電車から異常車通通信を受信したため異常停止いたしました。なお送電設備の関係で一旦電車の電源を落とさせていただいております。安全確認が通車運転を再開いたします。遅いますが3番しばらくお待ちください。安全確認が停車に発車いたします。なお送電設備の関係で一旦電車の電源を落としております。安全確認が停車へ運転を再開いたします。さあ、しばらくお待ちください。なお、線路にいいことは電源です。安全確認が停車へ発車いたしますので、さあ、車にてお待ちください。おそらくですね、エアーセクションという電車の電気がですね、通ってない場所があるんですね、架線の中であるんですけど、多分その場所に停車をしている関係で、電車の電源を落としているんだと思います。蛍光灯、車内の LED 含めて冷暖房装置もそうですけれども、現在すべてストップしております。車両の中の一番端っこの蛍光灯だけがポツンとなぜか一つだけついているんですけど、それ以外はもう全部消えてしまっていると、そういう状況になります。停車をしてからもう10分近く経ちますが、現在も下り上りともに各駅停車もそうですが、すれ違う列車はありません。お待たせいたしました。安全確認が出ますので間もなく発車いたします。多少でもう少々お待ちください。お待たせしました。電車が動きます。ご注意ください。電車が動きます。ご注意ください。いたしました。安全確認が取れましたので運転を再開しております。なお電源の再設営のため一旦停車いたしますのでご了承ください。
安全確認が集めましので運転を再開しております。なお電源の立ち上げのため一旦停車いたしますのでご了承ください。電源の立ち上げのため一旦停車いたします。少々お待ちください。はい、あ、そうですか。あ、そうですか。はい、うん、あと10分も経つとそっちで着くわ。電車止まってんだから。うん、そう、10分前ぐらいに着くかもしれないよ、3時。はい、お待たせしました。電車が動きます。お待たせいたしました。処置が完了し運転を再開しております。なお異常者通通信ですが、他の電車での異常な音を認めためとお願いいたしました。この電車につきましても状況により徐行で運転をする場合がありますのでご了承ください。次は柏です。
そうやら先ほどの緊急停止ですが、武蔵野線内で異常な音を感知したことによる停車と判明いたしました。常磐線の運転には異常がないようです。アビコに伊藤崎です。今度は成田線成田駅、元屋2番線から46分の発車です。こちらは5両編成での運転です。今度は成田線成田駅、アビコ駅2番線から46分の発車です。こちらは5両編成での運転となります。最後までご視聴ご乗車ありがとうございました。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録高評価コメント X インスタスレッズフォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっております。バッジアイコンをご利用いただけます。真ん中の列はグリーン車、
右端の列はグランクラスの方がご利用いただける特典です。かなり多くの特典をご用意しておりますのでご検討ください。またプレミアムグリーン車は値下げをしております。またここ最近 LINE のオープンチャットを始めました。ぜひそちらもご検討ください。メンバー様は限定のオープンチャットもご利用いただけます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。